南口改札口ホーム上板橋駅は東京都板橋区上板橋2丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ07。当駅はかつて中流アメリカ軍グラントハイツへの輸送を行った東武広市線の起点駅である。また未成に終わった伊勢崎線西新井駅との間に計画された東武西板線の終点予定駅でもあった。 東武大支線はその名残である。島式ホームに面に線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。改札口は一箇所で、出入り口は北口と南口がある。改札内に、両ホームと改札外を連絡するエスカレーターと、エレベーター、および車椅子、オストメイト対応のものを併設したトイレが、設置されている。改札外のエレベーターは両出口に、エスカレーターは、 北口側にのみ設置されている。エレベーターと多機能トイレを新設するにあたり、下りホームにあるトイレを、なりますよりに移設した。そしてこれらが完成すると同時に改札外とホーム、北口と改札外を連絡する階段を新たに建設した。改札前には、東部トップツアーズがあるほか、2012年より、改札外の大幅な改装を行い、新たに、 ファミリーマートキュービーハウスが出展した。東部池袋駅管区参加の駅長配置駅で、時和台駅、東部練馬駅を管理する。2020年度の1日平均乗降人員は4240人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。一帯には大規模な再開発計画があるため、所々に、さらちがある。北口に、 駅前広場があり、国際工業バスの路線バスが発着する。近くを通る川越街道の上板橋宿に由来する。なお上板橋宿の宿場は、位置的には、後年になって開業した時和田駅や中板橋駅の方が近い。ありがとうございます。